私、作詞家岡人は今日は、土川幸乃の,の花わいについてワンポイント解説をしたいと思うんです。この作品、えー、キーワードは枯れる、まあ。花が枯れる。枯れはしません。それをどう捉えて、この物語を作り込んでいくのか。それがポイントなんですね。花、これはおそらく、 私。そう置き換えていいと思うんですね。そして枯れる。花が枯れるというのはどういうことなのか。まあ普通、まあ花が枯れてしまうと、まあなくなってしまう。それを私に置き換えると、私が枯れるとは、ある意味、突っ込んだ考えをすれば私は死んでしまう。 そう言い換えることができなくもないんですね。すなわちこれは「枯れません」というふうに言っているので「私は死にません」というふうに言っているですね。そしてこの私とは一体どういう人なのかこれをどう定義づけるのかそれによってこの歌はおそらく分かりやすい歌になると思うんですね。 この場合私はこの花すなわち私を娼婦というふうに定義付けたいと思うんですねそうするとこの詩が意味を成してくるそう思えるんですね娼婦である私がある人を好きになりそして恋の地で そして、まあ、抱かれてしまったけれども結果その人はもう会えなくなってしまう絶望のあまり死んでしまいたいと普通は思うんだけども私は死にませんそこでこの歌「勝負」 テーマでした。となるとついになるのがこの2月に新曲を発表した「丘みどりの椿姫咲いた」これとついようなす作品であるというふうに見えないこともないんですね。丘緑の椿姫咲いた。これは最終的に、 死んでしまうその私が死んでしまうでもこの花煩いは私は死にません勝負の生き様を歌に込めて次なるメッセージがそこに描かりだ描き出されていると言ってもある意味間違いではないと思うんですね すなわちこれはどういうテーマがポイントになるのかまず最初に丘みどりのあの歌劇「椿姫」からテーマを取った「椿姫咲いた」これをある意味日本の遊郭に置き換えて 書いいいいてもんじゃないかそういう考えがあったと思うんですね。いわゆる日本版、そしてそういう女性の生き様を書いてもいいんじゃないか。それがこの歌の根底にあるポイントになると思うんですね。そしてやはり 花は枯れない、結果私は死なないそういう強い意志それを描くことによってこの「花煩らい」は趣の深いそして味わい深いそういう歌に仕上がっていると考えられるんですよねなのでこの歌を味わい深く歌うためには今 申しし上げました。花は枯れないとはどういうことなのかそして花すなわちそれは私であるけれどもその私とは一体どういう私なのかそこに思いを至らしてそしてこの詩に書かれた世界を描き出すそれがこの歌を味わい深く歌うポイントになります。